カムラさん違う送信済み。何分前ですか？1分前です。中村さん申請か。キュイ、ブルーミーさんいらっしゃい、ダンサーズさんいらっしゃい、ダンサーズさん、カリウシさん、ナルトラさん、カブオさんいらっしゃい。当たってるね、オッケー。久しぶりのツイキャスナイト、はじめまして。すみません、今音出てないよね、マイク下げてるから。こっち上がってるの。長谷川さんいらっしゃい、上原一郎さんいらっしゃい。タリラリラリラティーラネー。8月26日、開店172日目、本日も順調に開店しました。ひふみずブーしてからに、本日の三口さんはこの方だ。いらっしゃいませ、ブルーミーさん、おめでとう、ごっくんちょーい。皆さんいらっしゃいませ、本日はツイキャスないと、メールは読みませんって来てないんですけどね。そう言ったので、皆さんから何も来ないので、そのメールなしで行きますよ。よろしくお願いします。テーマがあります。今日のテーマは、昔の私は若かった。開けよ開けよ開けよ新ちゃん、いただきます。 T シャツパペラさんもいらっしゃいませ。本線で一番入ってる満月ポン、沖縄塩、沖縄の塩、満月ポン、満月ポン、これ全部俺になるの、すげえ晩御飯だな原稿が埋まるぐらい来てます。ありがとうございます。これは一緒か、あ、ちょっと違うの。終点で封じたの。のちっちゃいの、多分これも推奨するんだよ。よし。ちょっと今そばに寝てくるんだけど。はい。ちなみに地元でひふみ屋という酒屋さん、スーパーがあります。ありがとうございます。結構、あの、ひふみなんとかってお店あるんだよね。ありますね。全国的に。侵食してますよ。本当のひふみさんもいますからね。そうそうそう。安倍ひふみから。あ、ひふみは何だった鈴木だった、なんで鈴木ひふみだった、将棋の先生。将棋の先生、何ひふみでした、皆さん。ひふみもいっぱいいますよ。にゃ、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 久しぶりだな、ツイキャスないと。そうでもないのかな。うちの番組のオリジナルチルドができたので、来週ギノワに送ります。お、すげえ、お、スリープビードさん、チャッチャッチャーン、チャッチャチャーン、チャッチャチャーン、チャッチャチャーン。加藤ひふみ、そうそうそう、加藤ひふみ。ああ、そうでした、加藤でしたね。名字がひふみさんの人がいたって。ひふみさん、同時に入団して、名前が、え、
あ、ゆずきわさん、いらっしゃい。加藤ひゆみさんです。こんばんは、ご訓長。いらっしゃいませ。あ、指がかゆい。指かゆくなりません、この辺。超かゆいんですけど、今。番組始まります。西町では牛乳ごっくんちょ、くも字ではいい人キャラ、小安ではヌーガラっぽいぽい、でも遥か昔はじゃない、読谷ではゲストという名のレギュラー獲得。あ、失敗した。だどこまで読んだ。でも遥か昔はカフェバーの店主だった。そんなラジオ好きなおじさんが昔取った絹塚リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずにラジオでオープンした仮想のバー、ひふみずバー、オープンです。ジー、この番組は仮想ラジオバーです。ご来店方法は2つ。まずはメール。メールアドレスは、あ、と言いたいんですけど、今日は、ね、メールを、ね、募集しない日なんです。後で説明しましょうね。ご来店方法は2つ、メールと、あと次にツイキャス、無料のツイキャスアプリから入店できます。今ツイキャスで見てる方は結構コメントいらしてますので、ぜひ皆さんツイキャスでご覧の皆様、コメントいただければ後でもう全部一つ残らずご紹介していこうかなと思ってます。できる限りですね、できる限りですけど、よろしくお願いします。当店ではまたこのツイキャスでご来店のお客様をツイ客とお呼びしております。 FM ギノワンでは YouTube ライブでも当店の映像と音声をネットで配信しております。 FM ギノワンのホームページからも入店できます。してから230放送でもやってます。リスラジ、もしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。音楽もそこでは聴けますので、後でかける曲ちょっと気になる方はね、そこでチェックしてみてください。パソコンでお聴きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、このあと10時56分頃まで当店マスター私ひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。さあ皆さん、久しぶりのツイキャスネットということでですね、ツイキャス YouTube には僕の顔が結構なドアップで映ってると思いますが、僕の顔見ながら、ま、あのバーに来た雰囲気でね、招待もしてるし、ちゃんと映ってないですけど、ちゃんとサロンも、ま、来てるんですよ。足にね、腰に巻いてますんで、ぜひ皆さん、バーに来た感覚で、仮想ラジオバーですので、飲みながら楽しんでいただけたらなと思います。まあ、お酒苦手な方、この明日早いということで、車の運転があるという方は、ノンアルコールでも大丈夫ですので、好きなものを並べながらですね、乾杯しながら番組を楽しんでいただきたいなと思います。で、先週のひふみずバーにはですね、リスナーのブルーミーさんが番組をジャック。というよりもゲスト出演って形でしたかね。はい、趣味が写真撮影というブルーミーさん、皆さんからの写真を見たいっていうのと、あと写真への思いっていうのを発信したいということだったので、思い出の写真というテーマで、リスナーさんからたくさんの思い出の写真を送ってもらいながら、番組を進行させていただきました。中にはですね、プロかって思うような写真からですね、田原さんは田原さんは元彼とのプリクラ写真を送ったりと、思い出といってもいろんな写真があるんだなって思ったのと同時に、今この瞬間も、日々の風景や今あなたが一緒にいる方との思い出を写真に収めるとさらに深い感動の、種になるなと思いましたよ。なので皆さん、今お持ちのスマホでですね、なんていうの、結構皆さん自撮りじゃないですけど、友達とか人を写したりすると思うんですけども、今日もですね、急な写真館の三上一光さんとちょっと番組をジャックしてもらう予定があるんですけど、それの打ち合わせもしながらですね、話もしたんですけども、その一光さんなんかがその急なの、その自分が住んでる町の風景を
の写真集を作ろうということを今活動してるんですけど、その 今の写真、例えば今街中皆さんの家の前の写真を撮ったとするじゃないですか。10年後20年後建物変わってたり、もしかすると場所によってはそこ立ち退いて道ができてたり風景が変わっていくと思うので、その記録という意味でも日々日常 その自分の行動範囲の街中の写真を撮るのもいいかなと思いますので、ぜひ、それも思い出の写真になりますので、ぜひいっぱい写真撮ってもらいたいなと思います。なのでよろしくお願いします。さあ、そして、今夜のひふみずバーはメールを読まんツイキャスナイトナイト、何か、そのツイキャスナイトって何かというのはですね、いつもメールでですね、テーマに沿ったエピソードを皆さんからリスナーさんから募るんですけども、ツイキャスナイトというのはメールを読まずに、今ツイキャスで今配信してるんですけども、ツイキャスっていうアプリでこの今の放送を見るとですね、 FM ギノワン のチャンネルで配信してるんですけども、そちらから視聴していただければコメントを加入、記入することができるんです。で、今すでにもう9時に番組始まってからね、コメントがいっぱい来てるんですよ。今来てるのが、最初に来たの三口さんがブルーミーさん、それから、名古屋ダンサーズさん、ナルトラさん、カープボーイさん、長谷川さん、東京のヤンバルクイーナさん、ヤンバルクイーナさん、上原一郎さん、はちみつ一家さん、あとは沖縄 T シャツパパヤーさん、日月青さん、沖縄にワンチュールさん、武蔵さん、ね、かりゆしさん、結構ねこんなって来てるので、皆さんコメントバーって書いてるの後でまたご紹介しますけども、ぜひ今日はですねこのコメントを皆さんで、メールで、メールじゃなくてコメントでコメントをください。で、一応番組のテーマとしては今日のテーマが、よいしょ、あの頃の私は若かった、あの頃の私は若かったです。なんでこのテーマにしたかというと、ですね、覚えてないんですよそう、昔の話もしたいなというのと、実は僕53歳で、その記憶障害の病気を今患ってまして、これが一生治らないと言われているので、毎日お薬飲んでるんですね。で、今さっきの写真の話じゃないですけども、過去の自分っていうのはなかなか思い出せなくて、で前に、福山雅治さんの番組でもその話になったんですね。で、福山さんは18から、福岡から上京してずっと東京で生活をしてて、地元の友達と昔話をする環境がなかったと。なのでその自分の過去の思い出っていうのがもう増幅されないで自分の中で消えていってるっていう話をしてたんです。で、地元でずっと生活してる人って同級生とかと頻繁に会うと、昔お前こんなだったよなって、昔こういうのあったねって話ができるじゃないですか。で、地元を離れるとそういう会話がなくなっていくので、そういうその過去の思い出っていうのが薄れていくっていう話をしてたんですけど、自分もまさにそうだなっていうところがあって、18でそのバーの仕事に入った時に、その、みんな同級生と生活環境の時間帯が変わったもんですから、なかなか同級生とね昔話をする環境じゃなかったんですね。先輩とか周り その夜の仕事の方たちとの交際ばっかりだったので、で昔の思い出がないってたまに写真見て、あ懐かしい。で、今日 のテーマ配信の写真にアップしたのは、あれ多分中3か、身長と顔立ちからするとですね、中1、中2までは 前から小さい順なら、小さい順から見て背の低い方だったんです。で、ぽっちゃりタイプだったんです。で、中2の後半、中3になってから身長を伸ばしたくて、牛乳を、それまで飲めなかった牛乳を毎日2リットル飲んで毎日下痢して、それでも飯食って牛乳飲んで下痢してっていうのを繰り返したら痩せたかなと思ったら、一気にガンと身長が伸びて、その高校1年の間までに15センチ、高校1年生の時に15センチ身長伸びたんですね。で、顔立ちが変わってるんです。あの時の写真がさっきの写真で、あれが多分
そのぐらいの時期なんですよね、はい、なので皆さんの昔の話とか、昔はこれできなかったけど今昔はこれできたけど例えば逆上がりができたけど自慢だったけどもうできなくなってるよとか、はい、あ部活でこんな部活やって体バキバキバシバシ一軍で頑張ってたけど今できないさとかっていう話でもいいです、逆にですね年を取ってできるようになったこと落ち着いたこととか考え方が変わってあの時の自分若かったなとかね、そういうのはあると思います。そういうのはねまた皆さんで話していけたらなと思いますのでぜひコメントで寄せてください。さあ、ということで、よろしくお願いします。さあということで、この放送は提供クレジット読みますよ。この放送はコロナ禍の中密を避けてのお気づりはいかがですか。国際旅行社南部観光センターでは当社所有の釣り船クルーザーで馬天荒から半日一日乗り合いツアーを実施しております。また貸切ツアーでサビキ釣りから深海釣りまでも受けたまわっております。竿、餌、レンタル込みでの出航です。お問い合わせご予約はこちら 090-7585-5931 090-7585-5931 です。9月の19日シャオロントゥーダスカイが那覇アウトプット沖縄にてワンマンライブを行います。生でお会いすることにこだわってきましたが新型コロナウイルス感染者の増加を考慮しライブ配信を追加決定いたしました。せめて配信で見てくれるならぜひチケット配信チケット2000円ですので購入をよろしくお願いします。というのはあのシャーロン・トゥ・ザ・スカイのギターボーカル魂さんが所長 HSTI 骨格調整所月の庭 FM ギノワン毎週月曜日夜10時からトーマスボディショッププレゼンツエルマのレディオショーという番組を放送しています。板金塗装から愛車のカスタム窓など車の板金のことならここトーマ板金塗装ロハスという思想そして未来に存在可能な住宅デザイン性を加味した沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として設計施工を行っております。 IMI コーポレーション沖縄県内こってり濃厚魚介スープつけ麺専門店他店では絶対真似のできないこだわり抜いた自慢のスープとコシのある太麺はお客様を裏切らない一品です。麺どころ夢の屋定番の富士屋ぜんざいのほかミルクぜんざいや黒糖ぜんざいに沖縄そばやタコライスなど多彩なメニューが揃っています。また全国発送サービスもやっていますので沖縄のぜんざいが内地の方でも食べられます。ぜんざいの富士屋ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ、そんな良質なアイテムを取り揃えております。ブルーファーストスター。緊急事態宣言のため、お昼11時30分から15時のランチタイムのみの営業となっております。日曜火曜はお休みでございます。こんな時期ですが、みんなで頑張りましょう。というのは居酒屋和は現在ご家族の中に要介護の方はいませんか。在宅復帰を目指す入所施設介護老人保健施設シルバーピア式なついに店頭にお土産麺のコーナーができました。その名もおうちで8連ご自宅で店頭と同じをお楽しみください。読谷のつけ麺屋8連横浜中華街のアートギャラリー&ライブスペースで毎週末イベントを行っています。ヒーフーミーズバーの横浜支店アートバブー146地元の食材をたっぷり使ったテイクアウトメニューを販売中。またエビの出汁が効いた醤油ラーメンにパラパラチャーハンそこにシューマイ2個がついてセットもございます。お値段なんと500円。お値段なんと500円でワンコインで食べられます。日曜定休お昼のみの営業で頑張っています。ラーメン日の出店内ではこれまで通り海産物のお食事はできますがお酒の提供はストップ。営業時間はお昼12時から19時30分までとしております。特製弁当も随時販売中。節光鮮魚店
丁寧に手作業で丁寧に 手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアで提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキマカビ店。琉球王国のグスクおよび関連遺産群式内券売所隣に先日出店しました沖縄王朝食パン式内園。広々駐車場に車を止めて4な限定パンが購入できます。ブーランジェリーパティスリー今井パン。緊急事態宣言が明けたら見たくないですか。会場で船の上から見上げる大迫力の打ち上げ花火。そうです、今現在9月25日の土曜日に決行予定。有限会社ウエストマリン。ヤンバルで食事をするならここメイクマン名護店のあるポケットプラザ名護敷地内ネオパーク沖縄の入り口横。仕入れから徹底的にこだわった厳選お肉にした包み。ステーキはもちろん鮮度抜群の刺身にシーフードにこれまでご用意してお待ちしております。ヤンバルレストラン58。チュラ海水族館からの帰りにぜひ寄ってほしい店があります。元部長先元部にある個人商店枠川商店。店頭では、マスクの提供も行っておりますのでぜひ、お寄りください。以上各社の提供でお送りしていきます。してからにマスターの宣伝もさせてください。私マスターの本業は EM 玉木牧場牛乳の宅配&訪問販売。毎日スーパーに納品するのと同じ日付の EM 牛乳を大パック税込み290円をはじめ中パックに瓶入り牛乳にコーヒーカフェ牛乳さらに玄米ドリンクを取り揃えております。また今井パンさんからなんとマスターひふみさん販売のみのオリジナルパンと米粉 100% の手作りシフォンケーキの備前米粉ごぼうのシフォンケーキも一緒に配達させております、今週末も浦添宜野湾沖縄市うるま市茶谷市茶谷町嘉手納町読谷村に配達をおかけします。ご注文お問い合わせは私マスターひふみの携帯番号090-1947-5212 090-1947-5212もしくは各 SNS へ直接 DM ください。さあということで、今夜ものツイキャスナイトということですね。ツイキャスの方をですね拾っていこうと思うんですけども、さあ行きましょう。本日の三口さんはブルーミーさんでした。三口さんって何ですかと大思いの方もいらっしゃると思いますので、毎週のことですが説明させていただきます。私が働いてたカフェバーディズニーでは、その日の営業が始まったと同時に入ってきた最初のお客様は三口さんと呼んでですね、今日の営業も儲かるようにとワンドリンクサービスしたんです。はい。でその三口さん、新しい口と書きます。三口、これうちの口で三口と読みます。その日の最初のお客さんのことで三口と言います。で今日のその三口さんが、ブルーミーさんでした。いらっしゃいませ。コンコンコンガチャ、こんばんは。先週はどうもありがとうございました。ああそう、先週のブルーミーさんね、番組どうでした。僕喋りすぎてなかったですか。ぜひね皆さん感想もお寄せいただきたいなと思いますよ。先週ブルーミーさん、先々週はマヨとね、番組ジャックが続いてるんですね。でまたさっきも言った、急な写真館の IKKO さんも番組ジャックです。皆さんお楽しみください。僕の番組ではその2時間番組やってるんですけども、普段ゲストさんがいらっしゃるときは僕とトーク番組で、その中でもそのラジオ番組を僕今もうここでやらせてもらうと4年もなるんですが、とっても楽しいんですよ。日々この週に1回のこの木曜日の夜に向けて生きてる感じまあそこまで言うのはちょっと大げさなんですけど、それぐらいねこの番組ラジオ番組っていうの楽しくてですね、ただ僕の場合はおかげさまでスポンサーさんが18社賛同していただいてるところがあって番組させてもらってるんですけども、やはり無料ではできないので、番組をやってみたい、ラジオで喋ってみたいという方は僕のこの番組の枠の内でお試しラジオという形でですね番組をジャックしてもらったり、やってみたいコーナーを一枠だけ15分とか30分でも1時間でも使っていただけたらなと思ってますので、ぜひ皆さんラジオやってみたい、やってみたいけどちょっと怖い、ひふみからちょっと話聞いてみようと思う方はぜひ僕に連絡ください。
アドバイスっていうのじゃないですけど、 なんとかね、あの楽しくラジオができるように、僕なりにサポートさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ皆さんラジオやってみたいという方はぜひ連絡よろしくお願いします。さあそんな感じでブルーミさん来てますけど、その次に来てるのが越野純子さんと名乗ってるのは名古屋のダンサーさん、いらっしゃいませごめんねチン鳴らした、カリスさん先輩お疲れ様ですと来てますよ、いらっしゃいませ。ナルトラさんも来てます、お疲れ様です、乾杯と来てました、お茶ですね。昨日のモーニングじゃない、フリムラジオ聞かなかった、ごめんね。夏の思い出、どんな思い出があったのかな。カーボーイさん、ヒューミスさん、キャンキャンさん、皆さんこんばんは。今日も暑かったです。今日、おっと、暑かった。皆さんのところどうですか。沖縄ね、今日32、3度まで上がったでしょ。風が少なかった、今日弱かったんで、昨日まで風あったんですよ。今日風がなかったんです。超暑かったですね。一瞬涼しくなるかなと思ったのに、またどんどん暑くなっていく。そう、残暑厳しいですよ。残暑見舞いを書きましょう。長谷川さん来てます、笑顔のスタンプだけ、スタンプじゃない、絵文字だけですね、いらっしゃいませ。上原一郎さん、おはこんばんちは。ひふみさん、マイケル・ジャクソンを間近で見たことがあるものです。今日も楽しいトーク楽しみにしてますよ。局長と同じ名前の一郎からでした。どうですか皆さん、僕のトークって楽しいの？なんかね、普通に喋ってるだけなのでね、楽しんでいただけてるかな。この間さ、誰だっけな、僕のラジオ番組楽しいってツイートした方がいたんだよ。ナッティさんだったかな、違うな、どうする、記憶障害これのせいにしとこう。その次来てるのが、山田クイナさん、マスターこんばんは、ごくんちょ、はいごくんちょ、いらっしゃいませ、埼玉のはちみつ一家さんもこんばんはって来てます、こんばんは、いらっしゃいませ、カブーさん、やった巨人に勝った、11対9かな、11対9、久しぶりにめっちゃ気持ちいい勝ち方した、よかった、よっしゃ、乾杯男だっていうのはね、カブさん、カープが勝ったんでしょうね、おめでとうございます。僕はあの野球、興味ないのでね、あれなんですけど、巨人ファンは今でね、はーって混じってるはずね。いや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 、スポーツは楽しいんですよ、勝ったり負けたり、気持ちが揺さぶられるでしょ、それこそ感動ですよ、皆さん、僕はしませんけど、応援してやってください。ひどいな、沖縄 T シャツパパヤーさん、こんばんは、旦那が帰るまでお邪魔しますと、はい、いらっしゃいませ、長谷川さん、ちなみに地元にはひふみ屋という酒屋さん、過去スーパーがあります。ね、全国か各地にありますと、この間誰だっけな、ヤンバルリスナーの LINE グループに内地のクロちゃんかゴーゴートラックさんがひふみっていう看板をね、写真アップしてました。そう、ありがとうございます。はい、ひふみっていうお店、写真いっぱい送ってください。あ、ひふみっていう名前の看板を僕集めてコレクションしようかな、皆さんから送っていただければ、はい、ぜひよろしくお願いします。今開きました、はい、ブルミさん、今日も暑かったね、暑かったね、加藤ひふみと書いてるのは沖縄 T シャツパパヤさん。さっきね、このオープニングの曲が来てるね、キャンさんとひふみの名前多いねって話から、将棋のひふみさんもいたね、名前なんだっけって言って思い出せなかった。俺鈴木って言ったけど加藤だった、そうです、加藤ひふみんさんね。カーボーさん、昔阪神に名字がひふみさんとの人と名前がひふみさんの人が同時に入団しておったけど、気がするけど、いつぐらいだったかなと。ひふみさんとひふみさんがいたってことだって言ってる間に、日付青さんが、将棋のひふみんは加藤ひふみさんです、こんばんごくんちょっと来てます、はい、いらっしゃいます、こんばんは。ジオンさん、あ、ジオンさんか、あ、違うの、わからん、こんばんは、お邪魔します。急に言われたら何かわからんよね、ジオンさんで、ごめんねごめんね、何でもないです。ブルーミさん、元阪神のひふみしんた、あ、そういう名前があるんだ、上がひふみっていうのはね、羨ましいな。誕生日1月23日の人が好きさ、羨ましいよ、誕生日が欲しい、1月23日の。沖縄にはチュールさん、マスターキャンさん、こんばんは、次に今夜はツイキャスナイトですね、お邪魔しますと、はい、来てますよ、いらっしゃいませ。FM ギドマンで今夜0時からっていうのは、沖縄 T シャツパパヤさん、日々のちょっと気になる話とジャンル問わずトランペットの生音が楽曲を、生音が入った楽曲をお届けする音楽番組スリップビート。今週のテーマはラジオでメールをお待ちしております。あ、そう、これ今度の収録がラジオということね。今日この後やるのが失敗じゃない、なんだっけ、メール送ったよ俺、今日は12時からまたこの後放送します。収録放送なのでツイキャスの配信はないんですけども、電波でお聞きください。ラジコじゃない、ラジオ、ラジコではやってない、 FM 技能は、あれラジコデジって一
ヶ月ジンハルの方が高いってコミュニティが払いきれないって毎中のラジオとリスラジで聴きますのでぜひ皆さん聴いてください。このねスリップビートの、ね、曲がねかっこいいんだよね。ずっとかけて、ま、前にさパパや朝にその曲を送ってもらったの僕かけてなかったんですよ。今かけようか BGM で。ねどこに行ったかな、どこに行ったかな、準備してないんでかけられませんごめんねパパヤさん、準備します今度。武蔵さん、マスターキャンさん、通客の皆さんこんばんは、しょい。生放送お疲れ様です。本日の追加スネート楽しみにしてます。ぜひ皆さんコメントいっぱいくださいよ。ブルーミさん、マスター今日休みだった、できれば今日も出たかったな、2週連続は出せません。タヤカラさん、タヤガヤっていうのはカリスさん、タヤガヤ誰でしょう。先週の放送を思い出してください。来月もヒルナンデスに出る予定だけど、紹介の時にいつも使われている旦那とのツーショット写真、3年前だから新しくしたいけど2人で写ってるの結婚の時のしかない、結婚式の時のしかない。ほらそうなんですよ、家族写真ってね、あれ、はちみつ一家さんが毎年撮ってるって昨日、あ先週か、あのメールで送ってくれてたんですけど、家族写真はね夫婦だけでもね毎年写真撮った方がいいですよ、何かに使えますよ。ブルーミさん、すいませんまだ若いです。確かに僕より若いけど、僕より若いけど、あなた昔若かった話まだあるでしょ、どんどん出してください、よろしくお願いします。カイブルさん、スパイダースズ何ですこれ、どっから来たスパイダースズ。ひゆみさん、昼の番組のメールで久しぶりの友達と連絡取って話してみたいなこと言ってた、言ってなかった、それでこのテーマになったんですね。そうだっけ久しぶりにメールで友達と連絡取りたい、取りたい友達、あ違うや、思い出した、そう久しぶりに連絡が来たんですよ10年かぶりに友達からね、だいぶ旧友です。ちょっとあの女性なんですけども、別に何もないですよ、女性、旧友の女性から何十年、十何年ぶりかに連絡来て、そのちょっと共通の知り合いと連絡取りたいっていうことから連絡があったんですけど、とっても久しぶりだねって話して超盛り上がったっていう話です。そっからですね、昔の話をした時に、あ昔俺若かったなっていう話をお互いにしました。それから今日のテーマが決まったんです。カブさん、思い出させてくれてありがとう。さすがっすね、さすがっすよ。カリウスさん、沖縄離れて20数年、中学校高校のドゥシンちゃんもう全然分からないやつだ。そう、地元離れるとね昔話ができなくなってね忘れていくんですよね。うん、なるべくね写真で、ね、思い出したりっていうのやった方がいいかもしれない。沖縄 T シャツパパ屋さん、中学の時母親が男を追っかけるのに、巻き込まれて内地に引っ越すまでは沖縄から出ることはないって思ってた。あそういうことなんだ、まさかそのまま一人暮らし始めて結婚するとは。すげえ、お母さんが男を追っかけて内地に行ったの、情熱的なお母さんですね、素晴らしい。いやそっか、そういうことがあるんだ、はあ人生いろいろだな。埼玉のはちみつ一家さん、年を取ってざるそばの薬味のネギが食べられるようになったすごいな、ざるそば、え？ネギがダメだったんだ。いや普通のネギだよね、辛くもない。あそうなんだ、昔ダメだったけど今食べられるようになったってあります。自分ゴーヤーだな、やっぱり子供の頃ゴーヤー苦手でしたね。沖縄大好きさん、こんばんはって来てます、いらっしゃい。若い、別れは今も若かった、今も若い。スプレーさん来てます、マスターバーティンさん、地域の皆さんこんばんは、クワガタケイスキです。クワタケイスキにガがつくだけでクワガタケイスキ、素晴らしい。電話してて遅刻しました、誰と電話してたんだ。はちみつ一家さん、年を取って冷やし中華が美味しく感じるようになった、麺類ばっかりだな、カリスさん、先輩中学は喧嘩に明け暮れてたでしょ。いや俺喧嘩してないです、中学の時そうでもない、 なんかね元ヤンって言われるんですけど、そんなことないんですよ。同級生見てたら誰かをフォローして、クニャヒンジャーだ、ヒンジャーじゃなかったよって、タコと目が合っただけで、まずはヌーの応酬から始まって、 オインバの掛け声に合図に素手のボクシングが始まってたでしょ。いや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 、
中学校、小学校まで喧嘩したけど、中学校からね、あの首里中だったんですけど、で小学校が城西小学校で、首里中には城西小学校、城南小学校、城北小学校、城東小学校、この4校から首里城を中心にした4校から、あの東西南北から生徒がガッて上がってくるんですよ。で城西小学校って一番真面目な生徒が多い学校、フラーもいますよ、暴れん坊も。でも他の学校の生徒はもっとやばかった。ラジオで今言えない話いっぱいあるんですよ、今絶対問題だって逮捕されるような事件とか問題、あのいろんな問題があってあったんですね。で首里中に行った時に、この城西小学校の僕は城西小学校なんですけど、そのグループ C って、あの僕たち地元では言ってたんです。あのメンバーが怖くてね、喧嘩どころじゃなかった、歯向かわないように3年間過ごしてました。本当ですよ。マミラントさん、ひふみ先輩こんばんはって来てます。こんばんは、いらっしゃいませ。誰だ、はじめまして、先輩なの、ね、誰だ、わかんない、その前に瞑想ドライバーさん、こんばんごっくんちょっと来てます、いらっしゃいませ、この間は牛乳パンと牛乳のお買い上げありがとうございます。またいつでも連絡いただけたら単独でも配達行きますので、ぜひ注文お願いします。埼玉のはちみつ一家さん、金沢わくちゃんのお店寄るよってね、わくちゃんのお店行ってください。先元部にある枠川商店、瞑想ドライバーさんのところも近いので、ね、遊びに行ってください。あのひふみさん友達ですって言って、ぜひ、岸を来てます、いらっしゃい。放送始めてもう4年になるの。そうなんです、4年になるんですよ、すげえとね、4年ですよ。あやなりさん来てます、いらっしゃい。こんばんは、キャー、ネットフリックス見てたら遅れた、いやいや、皮膚水ばくり、楽しみ楽しみながらネットフリックス負けてるしまった。はちみちくさん、埼玉35度ぐらい、内地の暑いことよね。前僕前から言ってますけど、に地球って地軸がね2ミリずれてるんじゃないかなと思うんですよ。その影響で、この大きな地球の温度変化が起きてると僕は思ってます勝手にね、川崎市も日中35度っていうのはシオンさん、あジオンさん、スプリームさんの東京も猛暑日でした。やっぱり全国暑かったんだな。ヤンバルクイナさん、沖縄復帰するまでドルを使っていたのが、懐かしい。あの頃は若いというより子供でしたが、ヤンバルクイナさん僕と同世代ぐらいか。僕が小、5歳の時に復帰してるんですよ。で5歳の時ってお金ある家ではドルを使ってたんで、同級生でもドルを使ってた覚えがある方もいます。ただうち貧乏だったんで、僕5歳のひふみはお金もらえてませんでした。曲が寂しく響いております。さあ次のメールでコメントいきましょう。カリーさん、そこは先輩自信持ってもいいんじゃない、面白くなかったら来ないし、18社もスポンサー扱って、あのスポンサーさんはね面白いから来てるんじゃなくて、窮地の中で皆さんあのお情けでいただいてるんですはい、すいません、ポンタの会員さん来てます、いらっしゃいませ。こんばんは、この番組楽しいって言ったの自分かもです。ああそうかもしれない、ポンタの会員さんありがとうございます、僕も楽しいですいい加減だな、あやなりさん息がと声が途切れ途切れた、あまたツイキャスおかしいですか。多分ね、あやなりさんのところ毎回そうなんだよな、機種変しましょうあやなりさんめっちゃ楽しいです、ありがとうございます。品川区にひふみ公園があるんです、あぜひ皆さんひふみと名のつく看板写真僕に送ってください、集めましょう全国のひふみを。行きつけの居酒屋がひふみだから取ってこようね、あぜひよろしくお願いします。パパ屋さんね、ありがとうございます。武蔵さん、マスター昨晩の AM ラジオで親方のみきおさんが親父と同じ年齢のマスターと友達感覚で話せるのがとても楽しいってラジオで話していました。まーよーさんの仲良くラジオで共演、素晴らしい縁ですね。素晴らしい縁ですねって締められたらね、そうですねってしか言えないですけどね、親父と年齢と友達感覚で喋ってたんで、兄やしな、そうよさまあ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 、あの50もう40よな、40過ぎぐらいからかな、年が上とか下とか関係なくなってくるんだよな、なんか感覚的に本当人なんですよ、相手と人と僕と同じ人間みたいな感じです。はい、カリスさん、車ナンバーひふみにしたら、いやそれ考えたんですけど、ひふみにしたらもう何もできないこんなの発見しましたって、パパ屋さん、
あ、パパさん、ポンタの飼い主さん、放送中なんで、これ、沖縄タウンネット、これ見れません、後で見ますね。ヤンバルクイナさん、マスターリクエストプレイリストにあったら、観察、すべてはこの中に、AOR で、あー、たまにはリクエスト聞いてみようか。ちょっと待ってよ、曲かけてないんだよね。いつも曲行くんですよ。今、観察、じゃあ、すべては風、君、なった？すべては風の中に観察、探しましょうね。じゃあ、これ、なかなか、僕がリクエストを取るとは、聞いたことないでしょ。すべては風の中に、ダストインザウィンドね。OK、ありました。じゃあ、ここで1曲いきます。聞いてください。誰のリクエストだったっけ？あった、ヤンバルクイナさんからのリクエストです。カンサスで Dust in the Wind、 どうぞ。いい曲だ。そうだよ、曲かけるべき。さっきから喉乾いてたんですよ。考えたらね、何分だ、45分チャシャル。ありがとうございました。いらっしゃい。グループ C 懐かしい。プロトカー選手権でもあったな。いや、そのグループ C じゃないですよ。沖縄 T シャツパパ屋さん。あ、その前に、しんちゃん来た。あ、しんちゃん、しんちゃん来た。待ってました。届いてますよ。後で、ちょっと皆さんに見ていただきましょうね。Just a part of my identity。 バテンクマゴロさんいらっしゃい。はい、セイグスよ。タコラッタ、タコレスラバーズ。なんかね、グッズも T シャツとかも販売してるんです。セイミカさん、ステッカー待ってたんですよ、買ってください。協力してくれる皆さん。カコエさん、若い時といえば、声変わりかにもうちょっと積極的に買っておけばよかったなと思うかな。別に今でも好きな人でできるタイミングだと思ってたら、あれというより前にもう50分になってる。今日も分からんぞ。分からなくなるんだよな、たまにね。小4でしたっていうのは、東京にあんまり来ました。何がこの曲違うでしょ。あ、でもそんなもんか。あ、ドラ、あ、違うよ。復帰だ、復帰が小4っていう景色じゃなくてさ。そっかそっか、懐かしいね、ドルテン。いや、今、本放送ではカンサスのダスト・イン・ザ・ウィンドをかけております。すべては風の中に。いい曲だな、これ。僕のプレイリスト見るよ。あとで話しましょう。プレイリスト作ったんですよ。カリスさん、何かの放送で子供の頃は軍棒とか空腹食べれなかったけど、大人になって食べたらデイジューマイって言ってたな。沖縄は沖縄のボンはこっちたくさん作ってたね。旧盆特番とか聞いてたら懐かしくて、なだうるうるしてたなさな。毎日見たら沖縄旧盆のあの雰囲気とか三線とかね、民謡とかね、懐かしいよね。やばいな。お届けしたのは、ヤンバルクイナさんからのリクエストで、カンサスでダストインザウィンドウでした。ウィンドウで伸ばせ、ウィンドウです、ウィンドウ。ダストイン、え、うー、次の曲かかった。ダストインザウィンドウ、ダストインザウィンドウでした。ありがとうございます。リクエストね、普通書けないですよ。初めてですよ、リクエスト聞いたの。よかったね先輩。
さあさあさあ、今日はひふみずばはツイキャスナイトということで、ツイキャスのコメントだけを拾って読んでるんですけども、実は先ほどから待ってたんです。やっとコメント来ました。この方この方、しんちゃんいらっしゃいました。こんばんはって来てます。こんばんは、しんちゃん。実はですね、しんちゃんからお土産を届いてまして、FM ギノワンで毎週月曜日の朝のモーニング8の担当のガネコマヨさんとのしんちゃんとの投稿で、ポンせんべいっていう話をし、あ、しんちゃんだっけ、他のリスナーさんだったかな、ポンせんべいの話になったんです、その番組でね。そしたらマーヨがポンせんべい知らないって言って、じゃあ送りますわっていうことで番組に送ってるんですけど、2ケース送って1ケース僕がもらっていいんだよね、これで。1ケース僕宛てに来たのがポンせんべい、黒蜜醤油、これね、1、2、3、4、5、6袋ポンせんべいっていうのが来てて、沖縄でいうパッと見あの塩せんべいっぽいんですよ。手作りポンせんっていうことで、これは製造が松岡製菓大阪市ですね。でこっちのポンせんべい黒蜜醤油味、製造が松岡製菓、これも美味しいですね。でこっちが、満月ポン沖縄塩ポンせんということで、沖縄の塩を使ってる 塩ポンせんべい、これの製造が、松岡製菓、あれ全部松岡製菓、多分これも松岡製菓だな、これも松岡製菓。濃いたっぷり濃い味満月ポン、醤油お醤油 1.5 倍とかね。こっちも満月ポン塩せんべい、沖縄でいう塩せんべいみたいなのめっちゃいっぱい来てるんですよ。しんちゃんありがとうございます。これちょっと後で味見しましょうね。放送中これ食べると僕喋れなくなるんで、まあ食べなくても喋れなかったりしてるんですけどね。うるさい。ありがとうございます。キャンさんとね分けて、これ全部一人で持って帰れないので、FM ギノワンにも少し置いときましょうね。はい、ということで、本当ありがとうございます。さあ残りあと8分32秒、コメントをね、後ろまで引っ張って、恥ずかしいからあんまり言わんとってっていうのをしんちゃん、なんで恥ずかしくないさ、ありがとうございます。ちょっとコメント、どこまで、よいしょ、こっちかこっちかこっち、あ、そうだ、こっちだ。カリエさんで、さっきね、なんかの放送で子供の頃は軍棒、これごぼうね、うちなぐちで軍棒って言います。ごぼうと空部は昆布です。軍棒と空部食べれなかったけど、大人になって食べたらデージョイシーって言ってたな。沖縄は盆はこっちたくさん作るさね。旧盆特番とか聞いてたら、懐かしくて灘うるうるしてさしてたさしてたさということですね。内地にいて沖縄のその旧盆の音楽とか番組とかを見るとやっぱりうるっとするでしょうね。こっちにいてもね、今年はね、もう去年に引き続き自粛な盆だったじゃないですか。やっぱりね、民謡とかね、そのお盆の音を聞くとね、ぐっとくるのがあった。うん、で、FM ギノワンではその放送やってない時間帯に、そのゆきさんが編集したこっちで録音されたデータがあるエイサーの音、生音の録音したのを全部編集してずっと流してたんですよ。で僕それ聞いたんですけど、やっぱりエイサーの音いいな、やっぱりエイサーないと沖縄はお盆じゃないよと思った。本当にね、街中では青年会が地方だけトラックに乗せて練り歩いて音だけ流したり、あとは町内放送 のスピーカーからエイサーの音を流したりしてたんですよ。ちょっと喉が咳出そうなんで一貫一音楽かけます。今ね、僕ダイエットじゃないですけど、ちょっと体絞ろうと思って水分をね、甘いの控えてるんですよ。でずっと水ばっかり飲んでるんですけど、水って喉を潤すんです。乾くの早くて、今日みたいにいっぱい喋るときはね、
ちょっと甘いの準備しようやつさ、来週からと思いました。さあ、残り6分ツイキャスどんどん減っていきますよ、バッテン熊五郎さん、熊本は雨が降り出しましたと来てる。あ、いや大雨にならないの願ってますよ。内地の天気どうなってるんだろう、心配ね、その次はジオンさん、私のタブレットはツイキャスの音声は正常ですよ。あ、やっぱり正常と正常じゃない方がいたらする。あ、そうだっていうのはカブエさん、AM ラジオのさやかちゃんがアッキーナのカラフルの時のあのさやかちゃんだったってびっくりした。だいぶイメージ変わっていたな、声が何か違って聞こえた。やっぱり音になってるのがだからかなっていうのをね。そう、 AM ラジオのねさやかちゃんだった、ピーヤ。僕なんかはあのラジオカードに載ってるピーヤっていうんですよ。ピーヤちゃんが今カボエさんじゃない、 AM ラジオのアシスタントで月1かに出てるって言ってましたね。あやなりさん、テレビで YouTube も見ながらツイキャスしてるけど両方とも途切れる、黒板が悪いのかな。あー、黒板が悪いんですよ。15番、黒板が悪い、ダンサーさん、これ何、馬じゃない、何の話わからなくなった。その次は、武蔵さん、ツイキャス今のところ順調ですよ、という調子大丈夫、何ね、大丈夫です、ツイキャスこっちは大丈夫。あ、皆さん優しいな、皆さんこうやって、あ、ごくんちょと来てるのはソラシドおばさん、こんばん、ごくんちょマスター、今日もダンディーだね、ありがとうございます。ミュージックシャワー採用おめでとうございます。聞いてたんですけど、本当にね、今日ね、今日市役所行ったりいろいろ忙しかったんですよ。それでね、あの LINE でね、 LINE グループで採用おめでとうができなかった、おめでとうございます。ここにいます。ナルトロさん、AM ラジオは宗教上の理由で聞くことができません。満月教。裏番組だからね。あんな言いながら放送中にツイキャス開いてコメントしてるくせに。一発ゆみさん、いらっしゃいませ。こんばんは。こんばんは。なかなか久々のような。ねえ、久しぶりだね。元気ですか？その後、寂しい思いしてると思いますけど、ね。愛犬が亡くなって。少しは気持ちも少しゆとりが出てきたかなと思いますよ。ゆっくり、忘れずに、心の中で愛してた人、愛してたお犬さんを思ってあげてくださいね。昔は新幹線で日帰り東京にできたんだけどな、今は最低一泊しないと。これ、あ、年のあれなの、もしかして、あ、愛知から日帰りで東京ってきついな。ちなみに沖縄は最低3泊欲しい。コロナ禍早く明けないかな。ねえ、旅行行きたいね。うん、バッテン熊五郎さん、何の宗教よ。かなりやべえぜ、その宗教。やばいよ。つるっぱげ教。コミュ来てる、いらっしゃい。バー入ったらヒーフーニーヤンが熱唱中。あ、さっきのね、観察の曲歌わせていただきましたよ。まんまるシェフちゃん。まんまるシェフちゃんって。まんまるシェフさん、壁。こちらにゃーって来てます。にゃー、いらっしゃいませ。ユミさん、うちは宗教関係なしに FM 電波が入りにくい。今、甲子園のラジオ中継 FM なんですよ。あ、そうなんだ。そこだけ？愛知だから？違うか。今回 FM ラジオ聞いてないの。一発ユミさん、あ、これ読んだ。アンデルさん、あり、今度は静止画になっちゃった。人の静止画見て笑わんだよ。半目になってたりしてこうやって。今喋ってますけど。やっぱ岸、沖縄グランメールリゾートに行く道沿いに有限会社ひふみがあるよ。写真は LINE で送るからね。沖縄グランメールリゾートってどこだ、聞いたことあるけど分からん。あのね、中部な恩納村からのやんばるのリゾートホテル増えてからどこかだか全然覚えてない。しんちゃんいらっしゃい、いらっしゃい、恥ずかしいからあんま言わんといてね。ポンセンベイありがとうございます。ヤムルクイナ、リクエスト採用ありがとうございます。なかなかないです。プカブさん、ポンジュースと一緒に食べるせんべい。滑ってる。滑っちゃう。スプリムさん、若い頃有金はすべて車に注ぎ込み、京都滋賀の峠を走る、向かってた、あ、峠だって走ってたんだ。同じ峠を走っていた川端正人ってめっちゃ速いやつがいて、ドリフト日本一になり、今はプロレーサー。すごいな。内地の峠はやばいだろ、沖縄とは違って道が違うからな。いやー、峠、牧野の運転でデイジナーでスピンしてから、エンジン止まってからデイジナーだ。
スタレットで、沖縄のチュールさんいらっしゃいます。昔は JR の18切符を買って、夜行列車で、硬いクロスシートに座ったり、駅で寝泊まりしたけど、今ではそのようなことはさすがにできない。確かに硬いな。ましてや今はコロナ禍でホテルも、ホテルも外泊は、自粛、あの時の私は若かったな。そういうことですよ。そういう話をしましょうということです。ということで、皆さん、残りもあと数秒となりましたけども、チャンネルはそのままで、ツイキャスナイトお楽しみください。メールいっぱい来てる。メールいっぱい来てる。メールじゃない、コメント。今日メール読まないです。そのままそのままギリギリまで読んどこうね。曲勝手に CM 入るんで、しげるさん、オンラインじゃお祭りの空気感は味わえないですね。こんばんはって来てます。こんばんは、いらっしゃいます。よろしく。あ、エイサーの音がしないお盆寂しいですよねっていうのは日付青さん、そうなんですよ。皆さん今日テーマは昔の私は若かったですよ。締めでいくの演舞がかっこいいというのは埼玉の八面一家さん。締めでいくいいよね。あれいいよ、締めでいくっていうところまたいいね。アンさんいけてんな。おばんですって来てるのはカンパチさん。あ、待って、おばんですって来てるのはカンパチさんいらっしゃいます。もしかして音羽織ってなかった。そうです、そうです。しげさん P や小島よしおさん、いや違うんですよ。毎週 FM 講座の夜9時だっけ、9時だよね、AM ラジオの、番組のアシスタントに出てる女の1人、4人うちの1人の女の子が昔ラジオ沖縄の、ラジオカーに乗ってたんですよ。でその時の彼女のあだ名がピーヤだったんですっていう話です。はい。戦時中の日本は AM オンリーでした。戦時中も知ってるのかい。くつだよ、知りません。やっぱ国語版は呪われてるのか。呪われてるんです。やっぱ会社です。ひらけごまちゃん、沖縄市大人の国の近くから、何のお話。沖縄の国、大人の国の近くから、なんでこの話なんて思い出せん。あのね、ツイキャスってこの時バーって来るでしょ。僕今喋ってるのに対して皆さんコメントしたのが後から見れるんですよ。で、僕何の話したか分からなくなるっていう現象です。それから、スピンさん、40過ぎてからも月4回から46で京都、東京を新幹線に日帰りで出頭してましたよ。嫁に東京で悪さしているメールがバレたから、バレたから出張してた。言ってたのでバレた。まあどっちもいいか、バレたんですね。カンボさん、グランメールリゾートと沖縄市場の、あ、ごらん、あ、さっきのか、ひらきごまちゃん、そういうことか、グランメール、大人の国の、なるほど、あっちか。そうそうそう、グランメールリゾートと沖縄市場だったかな、歌って踊れる行事に日がたつのぶさんがいるところ。YouTube 切れました。サーバーから切断されました。キャンさん、やばいな、 YouTube がね止まってるんですよ。キャンさんも来ない。まあいいか、 YouTube は後でどうにかしてもらおう。ダサーさん、こちらの方が5車線の道路がありますよ。そう、あるんですよ、名古屋10車線めっちゃ終わったね。チャーハン。すごいね。次の、バックスの準備もしながらやるんとかな、俺な。頑張れ、自分の。バックスのプレイリストは。バックスのプレイリスト届けた。バックスのプレイリスト。これに今日書けようと思った曲書いてます。懐かしい曲。入れてたんですね、今日。あとで、10時台も曲かけましょうね、ちょっとね。喉を潤してるの。キャンさーん、何かな、ミキサーおかしいな。でも、こっちはなってるけどな。ミキサーがおかしい。あ、そっか、CM だから入らないんです。
ッケー。で、こういう声のテーマは何ですか、ヤナさん。ギネスさんいらっしゃいます、こんばんは。チーママはいずこ、今日はいないですよ。チーママいないです。ヤナさん、今日のテーマは、昔の私は若かった。何だっけ、何だった、昔の私は若かった。若かった時の話をしてます。バレたから泊まりで出張ができなくなりました。あ、それで日帰りか。ということだ。キャンさん、カリさん、テーマに当てはまらないかもしれないけど、もし若い時に大型免許取ってたら、もしかしたら塀の中に行ってたかもしれない。今だから振り返って思えること、若い時ってスピードの恐怖ってないから結構無茶するさ。ああ確かに。キャンさん、ツイキャスじゃなくて YouTube が止まってる、なんでかな、俺ミスったかな、何か。いや、多分回線が遅い時間帯だと思うんで。あ、本当？どれぐらい止まってたかわからん。ちょっと見てみましょう。うん。そのままツイキャスのところを開けましょうね。カリウスさん、あ、これ読んだな。スピードを消して。僕が二十歳の時に、ワクチャン歳。自分で振り分けといて。僕が二十歳の時に、那覇と南部がつながったんですよ。で、友達の結果面で沖縄そば食べに行こうって、那覇の高速乗って名古屋に15分で着いたって。286キロぐらいリミッターギリギリ、うーうーって。若気の痛み、若いね、若いね。確かに名古屋まで那覇から15分で着くんよ。明けます着きました。あの時はね、ただ結果面のタイプ死にくる、ま、全然するよ。多分自分の車も行けますね。レーシングも。もういいよ、あんなに早く走らんでも。いやらないっす。道が走りやすくなってるんだもん。はい。何か行きます。時刻は10時を回りました。 FM ギノワン 79.7 メガヘルツでお届けしているのはマスターひふみの仮想ラジオバー、ひふみーすぷー。拍手がない。だってスマホはこの曲準備してるんだのに。ゆるいね、ゆるい感じでいきましょうね。チルな番組ですよ。マッカスのこぼれ話、10時台最初のコーナーです。このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかと湿地甘くまで聞かれるマスターがお酒に関してのうんちくを語るコーナーでございます。さあ今日ツイキャスナイトということでですね、何の話しようかなと思ってお酒をいろいろ頭巡らせたんですけども、ちょっといつもと思考を変えて、この間からですね、実は僕は無性に美味しい日本酒が飲みたくてですよ、なんか飲みたいなと思って日本酒買ってきたんですね。で日本酒っていろんなのがあるじゃないですか。で僕は甘口が好きなんですよ。で買ってきたのがスーパーで買ったんですけど、ちょっと待ってくださいよ、今日やばいな、咳が出そう。失礼しました。スーパーで買ってきたのが久保田の千住、百獣千住万獣の千住です。はい、本当は万獣があったら万獣買いよったはず。千住しかなかったんで、イオンではもう千住買ったんですよ。一升瓶じゃなくてちゃんとしたっていうか、フルボトルの方だったんですけど、そしたら日本酒でね、の家に持って帰って飲もうと思ったら、おチョコはあるんですけど、適当な冷やを飲むようなコップがないんですよ。あとは量的にいいぐらいなのはシェリーグラス、足の高い細い足のついたシェリーグラスと、あとはコップはもう青森飲むような水割り作るようなコップしかなくて、なんかなコップがないなと思って、
スタイリッシュじゃないんじゃないかなということで、日本酒に合うグラスをちょっと探そうと100均とか3円行って、で東急ハンズも探したんですけど、なかなかこれだってグラスではなかったんです。だけど、この間行ったイオンハイバル店にトイレ借りに行ったらですね、ついでに食コーナー見てきたらあったんです、これだっていうグラスが。あの前にグラスが薄いほどお酒を美味しく感じるって聞いたことがあって、うん、薄いグラス探したんですよ。でそれこそ東急ハンズに父の日前になると並んでた高級の薄いグラスをいくつかはいつかは買ってやろうと思ってたんですけども、あれ 5,6 千円するんです。しますね、うん、分かるでしょ。分かります。薄いの欲しいよな。欲しいっすね、うん、でだけどなんかなかなか 手が出せなかったんで、どうしようと思ったんですけども、なんでかっていうと、そのグラスって強化ガラスで薄いんですよね。でその薄いグラスを買おうと思ったんですけど、それが買えない。で、でイオンで見つけたのが薄い、量的にも多分ね100ミリぐらいのちょうどいいぐらいの量、あいい感じだな、値段見たらなんと500円。おお、時代は低価格を生んでるぞと思って、うん、速攻で買ったさ。で実はマスターが働いていたカフェバーディズニーでも、これもう20、30年ぐらい前ですよ、当時から薄い強化グラスを使ってたんです、いろいろ揃えててね。で、っていう話をこうやってこっちに書いてたら思い出しました。クリスタルグラスって呼んでました、確か一つね700円ぐらいしたはず。でケースで買いに行ってたんですよ、倉庫に置いててね、在庫として。でその飲食店で1個700円のグラスって、当時の僕が働いたディズニーの客単価って1500円から2000円ぐらいのお店では引き合わないんですけど、お値段以上の満足を提供することをモットーにしていたお店だったので、そこは惜しまずお金をかけてました。でも間違ってコンクリート製のフレアに落として割ったりすると、普通のグラスとは違い、鋭く尖った細かい針のように割れるんですよ。割ったことある？キャンさん、あれ割ったことはあまりないです。割れてるの見たことある？一応お店とかで飲んでると隣で割る人とかいます。コップ、ガラスのコップってパリって割れるさ、2つに割れたりとか、はい、あれ綺麗に粉々になるわけよ、はい、でそれがとんがって危ないわけよ、うんね、だけどでそれをさ、この割れたグラスを見た当時、僕が働く前に働いてた女性スタッフが、あの動けずにいたらしくて、はい、フロアでね、したらそれを見た店長がね、怪我でもしたんかなと思って慌ててから、大丈夫かって言ってほうきとチリトリ持ってって片付けようとしたら、待ってって止められた。なんでって言ったら、綺麗って言ってから見入ってたらしいわけよ。それぐらい綺麗、あの待って綺麗だからもう少し見させてというぐらい綺麗なぐらい、それぐらいキラキラ輝く割れ方するんですよ。もちろん店長やヤフラか忙しいのにはつって速攻で片付けたって言ってましたけどね、そんな強化グラス僕は少しでも買い揃えたいなと思ったっていう話です。皆さんはこだわりの食器ってありますか？ってなわけで今日は短いんですけど、以上今夜のバッカスのこぼれ話でした。以上です。短かった、はい、たまにはさっぱりそう。ツイキャスね、いっぱい来ると思ってちょっと短くしたんですけど、グラスはいっぱいありますよ、家に。グラスいっぱいある。どんなのがあるの？ワイン用、ビール用、いいなと思うんですけど、サーシャですね。さあ、お届けしてるのはひふみずバーでございます。キャンさん、グラスいっぱい持ってる？いっぱいあります。いいね。どれぐらいあるの？結構ありすぎて、うん、あの使ってないグラスとかもあるんで、うんうん、ちょっと白くなって汚れてるのをこの前弟に、全部使えって言われました。一人で全部は使えないっていうね。そうなんですよ、ね、いや待ってよ待ってよ、キャーキャンさんって来てるよ。ありがとうございます。しげるさん、コメント走っててそれぞれのコメントよたさぼくの難しいの分かります。本当ですよ、コメント多すきてね、大変なんです。で、あのキャス配信してる、うん、あの人気のあのツイキャスの配信者のコメント鬼だよな。
滝のように水が流れていくようにずっと動いてるような読まれたらラッキーぐらいですね。あれどんなっていうの、触ってピタッてあのなんてタップして触って止めてるんかな。バッテン熊五郎さん、映画サタネーナイトフィーバーのジョン・トラボルタに憧れてディスコ屋を続けてはナンパしました。柳月部屋、人のこと言えんさ昔でもね、バッテンさんそれぐらいの年代なんだよな。ディスコ行きたいな久しぶりに。カンパチさん、黒馬の大学に通ってました。黒馬、呪いの黒馬クミはハイハーイと好き、種類の好き、何の話。あやなりさん、あじゃあその前にテントウさん、キャンさん、キャンさんって、あさっき俺が名前呼んだ時だ、はい、YouTube 今あの YouTube 配信がずっとくるくるしてるね。いやもう止めてるので回線がちょっとおかしい、はい、あのこの時間どうしても混み合うんですよ。あーなるほど。で YouTube の回線だけちょっと遅い回線使ってるんで、うん、ここ、はい、あーなるほどね。山内さんよろしくお願いしますカンパチさん、ヤンバル食堂通ってました。昔からあんなに大通りだったかなって思うよ。いやあっち、あの通りの幅は変わらないんですけど、この沖台の前、あの抜け道、周りの幹線道路が出来上がってきて通行量が増えてるんですよ。それでなんか大通りっぽくなってる。でもあのコンビニとかできて目の前の駐車場も広くなってるから、また広く見えるんかな、うん、アネさんが出たキャンさんって来てるな。ここでだ、ここでキャンさん登場ですよ。睡眠削って車で遊びに行ってた昔が懐かしい。ポンタの飼い主さん、やっぱりみんな車ハマってたんですね。ポンタの飼い主さん車何乗ってました？自分で運転してました。僕あの高校早生まれなんで免許取るの遅くて友達の車で遊んでて、キャノンボールっていうのが流行ってて映画で、高校の時にキャノンボールやろって言って浦添だったんですけど、はい、浦添のエンダーに土曜日学校終わったら集まって、そっからみんなで辺戸岬までドライブする。で夕方着いて、そっから用意スタートでレース、夜東海岸から名護湾のその大浦湾とかの、はいはいはい、細い道を抜いたりしてたんだから、いや楽しそうですね。あのくねくね死なもなかった。今考えても怖いよ。あれであの僕は吉弘が乗ってるセブンに乗ってしょっちゅうトップ取ってたんです。これ何回もやってた。信号無視持ち入り、サバンナですか？サバンナ、あーいいっすね。楽しかったよあの時は。僕車持ったのが今の車が初めてなんで、うん、あ今から行け峠族と。いやまあそんなことはしないですけどでも今度あ沖縄市なんかサーキットで来たんでしょ。はい、行った？行ってないですまだ、ね、ちょっと行ってみたいよな。行ってみたいですね。ちゃんとあのモータースポーツっていうちゃんとしたスポーツとしてあの遊べる場所ができたって言ってるので、はい、暴走族とジムカーナとかができるみたいなんで、そうそうジムカーナもできるしドリフトもできるって言ってた、はい、なのでちゃんとした競技としてね、そうですね、うん、あの遊んでみたいです。あの大人の遊びでできたらいいなと思いますよ。久保田の千住って日月さん、あもう最高ですよ。大関甘いですよ。違うんですよ、僕大関甘く感じないんですよ。うん、大関ダメなんだよな。カンパチさん、昔はお隣におふくろ食堂っていうのがあったよ。あはい、なんとなく覚えてます。このヤンバル食堂のところ、あの沖台のところにね。カウボーイさん、居酒屋みたいにコップとマスのやつやりたいかな。お家だよ、家でやってください。あれいいよね。ただあの木の匂いがまたちょっと苦手な方もいるんですよ。マスの匂いが。あやなりさん、あやなりさん、マスター今夜も安定の神様トークありがとう。喉が、乾いたらウィルキンソンがおすすめですよ。ゲップ出るけど、ゲップはやばいだろ放送中に。酒飲み茶碗で飲むとこです。あ酒の、あ湯飲み茶碗か、湯飲み茶碗で酒もいいね、うん、でもね久保田はあの薄いコップで。皆さんあのコメントと同時にあの花火からコインからいっぱいありがとうございます。僕が読んでる画面にこれが出ないんですよ。でこっちの画面にはあのコイン誰がコイン投げたって出るんですけど、ここの画面のその皆さんのコメントが見えるところが暗くて僕の目で見えない。画面が黒いのはね、あれ光当たったわけじゃないでしょ。はい、これ画面自体が画面自体がもうちょっと古くなって映りが悪いんだよな、はい、琉球ガラスのグラスかなっていうのは開きごまちゃん。カンパチさん、ポポロンってパーラーがありました。あっち沖縄のところ、へえそうなんだ。ギネスさん、百獣千獣高獣壁獣万獣、嘘
工事壁上って俺知らんな。うん、聞いたことないよね。ないですね。あ、いや、さすがだな。僕日本酒まだちょっと全然わからないんで、うん、これからどんどん飲んでいきたいなと思ってるんですけど。そう、この間僕が飲んだのは日本酒にマグロの刺身に塩でした。あー、最高ですね。でじょでじょし、あ、最高だよ。あ、いや、また今日も飲みたくなったな。ヤバルクイーンさん、昔は食べることができなかった納豆、20年ほど前に食べれるようになり今では大好物。あ、納豆僕も昔苦手だったな。マシュレキャンディーさん、花火とかコメントとか拍手とかいっぱいある。コメントじゃない、拍手とかありがとうございます。しげるさん、私はニトリとイケアグラスです。ニトリもいいよね。ニトリとイケア、イケアのグラスは沖縄にはまだないね。ないですね。できる話はあるよね。はい、どこだっけ、チューブだっけ、どこでしょ、チューブだったと思います、ね、チューブにどっかできるって言ったね。マドリ、まるでマトリックスですよね。何が、あ、高速違う、何の話。マシュレキャンディさん、いらっしゃいませ。いらっしゃい。いつもありがとうございます。日月さん、グラスは100均で買った足のないやつで満足しています。いや、普通にね、飲む分には別にいいんですよ、うん、ただね、カクテルとか例えば青森飲むんだったらやっぱり琉球グラス飲みたくないですか。皆さん飲みたくなりますね。 それと一緒で日本酒もね、うん、ちゃんとしたあのコップで、うん、オリオンビールって印刷されないコップで飲みたいんです、うん。ソウルに行きたくて、エイリーの最強もまだまだ休業ですね。コロナ早く収まらないかな。あのエイリーは定期的に LINE ライブで DJ 回してますよ。超楽しい。いいですよ、エイリーも。ソルトソウルの店長のバルーさんはうちの店の従業員でした。知ってるバルーさん。あ、何のお店分からんか。そうなんですよ、超有名だわけよ、ここ。おー、うん、行ってみたい。そう、マシュレキャンディーさん、懐かしいですね、キャノンボール。そう、懐かしかった、キャノンボール。大昔ですが、S13 シルビアに乗っていましたっていうのはダンサーズさん。ダンサーズさんも車はまったんだな。シルビアいいっすよね。はい、シルビア。S13 ではわからない。僕、あんまり車詳しくないので、うん。カウボーイさん、コインを使ったサッカーとかバスケットとか、あとはボールペンの後ろの羽のところを使ってスーパーか、消しゴムで競争したりもやったな。コイン使ったバスケットって分かる？分かんないです。学校の机の上で、はい、あの端か 縦長に 対角に陣取って、自分のところにこうやって指で輪っか作って、はい、手のひらを机の上に置いとくわけで、三角か、三角にしてから置くのか。で、相手がコインを10円でも回して、でそれを両手でパッと押さえる、この親指だけで回ってるコインピッと押さえて捕まえたらポンって投げて、その輪っかに入れたら1点とか、っていうバスケット。あれは超難しいで、あ、それの延長でコインを片手で回すっていうのにハマっていくわけよ。両手でこねて回してかっこ悪いから、ね、なるほど。 やってよね、皆さん。これ面白かったな。あと輪ゴムをかっ飛ばして、あの取るっていうのもなったな、やったな。しげるさん、今ならワイスピー野郎になるのかな。ああ、そういうものかもしれんな、ワイスピー。カンパチさん、友達が KP61 買ったから山、山道を攻めに行こうぜって言ってたのが宮城島。ああ、 KP61 はスターレット、これはわかる、うん。こんばんは、お邪魔します。シルビアに釣られた味噌煮です。ああ、その、あ、なるほど。ダンサーズさんはシルビア、ダンサーさんがシルビア乗ってる時に味噌煮込みスキーさんしかしたんだ。なるほどね、いいね、昔の話。吉村亮さん来た、いらっしゃいませ。僕は S13 シルビアが今でも一番好きです。やっぱりみんな好きだな、車の話したら。スリックカート楽しかった。何だった、はちみつ一家さん、スリックカートって。スリックカート思い出せない、名前は分かる。何だっけ。カリエさん、20年前は池島サーキット、ゴーカートあった気がする。あったあった、行きましたよ僕、これ。一時期ハマって1回500円とかだったけど、何回も乗った、あの夜の仕事してる時。やったなって言ってたら、東名高速で、110キロ以上のバスルしてたって言ってるのがスプリームさん。本物やし、透明で2台の走り屋に挟まれ110キロ以上の大バトルした。
ポッターさん、ポッターキャンディさん、まだ沖縄市のサーキット走れてないです。仕事と家庭が忙しくて趣味がてんてんてん。ポッターのキャンディさん、車が今も趣味なのかな。うん、いいお金かかるよね。沖縄にゃんちゅるさん、私は今でも自家用車を持ってないです。ただ20代はオフロードバイクを持ってました。20年前に手放したけど。オフロードバイクも楽しい。バイクはキャンさん、バイクは行かない。好きなんですけど、うん、だから実は僕、あ、そっか、はい、お父さんか。そうなんですよ。親父がバイクの事故で死んでるんで、基本禁止なんですよね。あ、キャン家では禁止、はい、乗りたい気持ちはある。乗りたい気持ちもありますし、でおじいちゃんがもう一応数年前亡くなってるので、うんうんうん、もういいかなっていうのは、いいかなっていうのはあるんですけど、だから時間とお金に余裕がないんです。確かにな、はい、趣味いっぱいやりすぎてるもん。そうなんです。バイク俺も欲しいんだよな。まあ、その代わり僕自転車やってるんで。ああ違うよ、バイクと自転車は違うよ。違います、うん、ただ自転車もそれなりにスピード出る自転車持ってるので、あ、同じようなスリルは味わえます。スリルね。バイクで、ね、飛ばすつもりはないんですけどね。自転車100キロ近く出したことあるんで。やばいよな。下りでしょ。はい、下りでしょ。下りです。どこの下りです。名護ですね。最高速度僕80キロぐらいまでだったら全然出したことあるので、いやーいいね。平地でも5、60キロ出せましたよ。うんうんうん、乗ってる時は、うん、僕がディズニー働いてる時に、あれあれトライアスロンやってる人がいて、はい、でトライアスロンの仲間が何名か自転車飲みに来よったけど、はい、もうあれだけどオリジナルのカーボン製のやつだから120万とかするやつで来てたわけ、はい、オーダーメイドって大事だな。一時期バイクにもスタート勝ちましたからね。最高だな、はい、バイクに勝つってすごいよ。いや、さすが脚力だよな。 あの時はすごい自信満々でした。うん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 、カボイさん、小春ちゃん真夏の夜の匂いがするわ今で。これか、間違ったっていうのが。これあっちに送るやつ、ツイキャス同時聞きしてたらこうなるんですよ。ね、皆さん気をつけましょうね。待ってよ、一曲行こうか、久しぶりに。たまにはこの時間に、あ、懐かしい曲行きましょう。じゃあ、ひふみずチョイスです。聞いてください。ユーリズミックス、曲名なんでしょうか。皆さんわからないね。スイートドリームスでどうぞ。マジ？あ、そうか、これミックスに使えるの、サンプリングで。よく使われてますよ、実際。あ、ほんと？はい。で、エイリーズなので、一応。シャドウのモーレのセンシー、エディバーディー、ウィキポサンセンス。中学の時、ブラホック外し。オーケー。本当にしゃべってさ、新のどかのプレスさ。あー、ドライブ行きたい。どこ？名護とか行きたいですね。今新しい道路できてるんで。道路、あ、名護の？はい。あ、新しい道か。はい。ただ自分今エンジンランプついてるんで、ランプに、はい、ちょっと修理するんですけど。オイル？いや、バルブが1個、エラー起こしてるらしくて、部品交換今予約中です。大変だな。大変だ。もう一応中古なんでしょうがないです。俺の車もやばいよ、この辺でクラッチワイヤーがおかしくなってから今注文してたら、今度右ドアのスライドの上のコマが潰れて、はい、ドアが外れそうなガチャってはめながら、昔のボクセルの戸を閉めるみたいに毎回。ジムカーナか。ジムカーナ絶対楽しいっすよね。やりたいんだけど。やってみたら、ヒープーさん上手だったよ、動画で見たけど。私は今でも、これ、僕の YouTube さん、こっちに、真っ白いキャンディーさん、いえ、ちょっと酒飲みゲールっていうのが気です。皆さん、お酒飲んでます？飲みながらやってくださいよ。来週のゲストも決まったことだし。マジで今、大悟なんか来週来るさ、それ以外に、ゲストオファーしてる人たちが5、6組いるんですよ。5、6組いるのにどこも決まってなかったんですよ。やばい。で、9月の30日に
超ビッグゲストが決まった。うん、すごい人だ。内地から。内地のすごい人だ。これ、びっくりしたわ。昨日決まった。昨日ポンって決まったんだけど。はい、すげえ。これ後で聞かせてください。ダメです。あなたの教えません。当日ギリギリまでないでしょ。なんで。本当にはすごい人が来るんだよ。皆さん、要チェックですよ。ヒーフビズバ。今日夢の家行ってから、夢の家の社長にも、どんだけ人とつながりがあるんですか、こんなに毎週いろんなゲスト連れてきてって言われて、そうなの。いや、そうですよ。やっぱゲスト探すってすごい大変だと思います。そうなの。僕にはできないです。いえいえ。昔やってたなとかだな。ゲストを切らしたくないなですね、うん、で月に1回こうやってツイキャスもやっていってっていう感じで続けていきたいですね。自転車の話してたらね、平木ごまちゃんがね、自転車拍手って、自転車乗ってるんかな、ごまちゃんも、もしかすると。自転車で名古屋行ったら楽しいっすよ。もうちび痛い。だから俺、チャタン行った時にちびの皮剥げそうだったのね。ほんときつい。ジミーさんですよ、ギネスさん。ジミー那覇店の隣にあったマックスのカートでご飯かけてた。あったんですよ、ゲームセンター、ゴーカートの場所が。今はジミーのレストランになってるんかな。違うか、新都市になってるのか。ゴーカートだったら茶炭じゃない、読谷にもありますよね。あ、読谷サーキット、紫村のところだ、はい、あるね。あっちどうなってるんだ、行ったことないな。行ってみたいんですけどね。今やってないかもしれんよ、はい、客、このコロナの影響で。そうですね。カリウスさん、先輩ヨナバルテックって知ってる？自分が 1,2 歳の時に閉まってるから分からんのよね。ヨナバルテックの写真あります。僕がゴーカーと母ちゃんと乗ってるの、弟が羨ましそうに見てる写真。しげるさん、バイク大型持ってましたけど、日本の道路事情だと北海道以外 400cc がベストだと感じます。あ、そうなんだ。あ、僕も乗るなら 400cc と思ってますね。7半とかでかすぎるのかな。でかすぎると思いますね。重いんだよ多分、はい、うちの団地もあの方最近見ないけど、前住んでた方で 1300cb の1300をフルチューンして死に軽くしてたわけ、はい、でかいけどすっかすかだわけ。明るそうだったよ。あれぐらい軽かったらまた楽しいんだろうなと思った。400の忍者とか乗りたいですね。軽すぎるな、はい、今最近の忍者相当軽いよな。見た目も軽すぎるの怖いんだよな。止まらない。ああ、なるほど、うん。125cc のあれ、スズキかホンダの CRX みたいな、ちょっとタイヤが大きめ の、 原付型 の、 スクータータイプの、あれ軽すぎてやばいって言ってた。止まらないって言ってた。あ、そうなんですね、うん、やっぱりある程度重量があった方が安全みたいなことを言ってたな。やっぱ止まるっていうのも大事ですからね。そう軽いとやっぱりブレーキでその摩擦が少ない分、はい、止まりにくいって聞いてる。自分そういう意味では今の車はそれも理由に入ってます。ベランダも重い。いや、重いのもあるんですけど、うん、止まる能力一番高いんですよ。あ、マジか、はい、女の人の運転怖いよな。止まるの考えてないだろうっていうような飛ばし方する。レジ怖い。怖いですね。待ってよ。だからコメントがいっぱい来てるよ、スプリンさん、昔はタイヤを温めないと走りすらしないセミスリックタイヤを履いてました、沖縄でセミスリックタイヤはやばいよ。絶対無理ですね、うん、チャーシンリーだよ、はい。スリックカートはコースに薄く引いた粉が巻いた、あ、そっか、はちみつ一家さん、薄く引いた粉が巻いてあって、サーキットのコーナーをドリドリして走るあれだ、屋根付きの、うん、全天候型サーキット、これがさっきのマックスにあったカートが当たったはず、滑るように作られてたんだよ。懐かしいな、それから04は交番整理客でやってたはず、昔な、今の東バイパスが、東バイパスか西バイパスか、宜野湾まで の、はい、海浜のパルコの前の通りができるまで、はい、あっち04とか、
ドリフトのメッカだったけど、釣りしてた超うるさい、ずっとキリキリしてたの一晩中魚いなくなるっちゅうねって感じだったアイナルさん、若い頃に坂道を思いっきり自転車で下って途中でぶっ壊れて顔面強打したことあるよ、上の前歯が全滅、マジだあそのおかげでちょい持ってた10代の頃どういう意味よでしょさ、自分自転車に似たようなことしたことあります。そう、羽織った、いや、大学時代自転車で生活してたんで、うん、夕ご飯の買い出しに行くときにめっちゃコーナー攻めて、うんうんうん、したら、段差があるのが夜なんで全然見えなくて跳ねちゃったんですよね、うんうんうん、気がついたらスライディングしてていや、血だらけで買い物してるのを先輩たちに見られて、あ思い出した、カウボーイさん、ヒミさん、あれはサブリップの話、サブリップって言ってなかったっけ。そう、今日テーマがね、その懐かしい話、昔の私は悪かったっていう話もしてるんですけど、はい、実はもともとそのいろんなことを皆さんに聞こうと思ってて、僕わからないことがいっぱいあるんですよ、はい、でその一つがサブスク、サブスク、サブスクって何、サブスクリプションですよね。サブスクリプションを何かって話を今日やるって言ったら、キャンさんがあれはですねって説明しようとしたから、いやいや番組中にそれ聞くから今言うなって止めたんですさあ皆さん、僕にサブスク教えてください。これさ、なんでわざとこの皆さんに聞くかっていうと、中に分からない人いるかもしれないわけさ。でそれをラジオの口頭で音声で聞いても残らないんですよ。文章でここに皆さんにね、分割で書いてもらいたい、サブスプリクションとは何ですよっていうのを書いてください。ぜひよろしくお願いします。それまでちょっとコメントいきますよ、日月青さん、二輪免許も取りたかったけどな、うん、女性ですよ。あ、でも日月さん似合いそう。名古屋なささん、一時期7班バイク欲しい時がありました、ね、7班もいいよね、うん、森ちゃんかなっていうのはしげるさん、これ何の話だ、森ちゃん、わからん、ウリキンソン飲みながら楽しんでます、ただいま休館中で、あ、炭酸か、休館大事だよ。カーボーイさん、ハーブ奏者のマリンさんは話聞きました、あい、あ、マネミちゃん多分かなり面白いと思う、あ、これハーブ奏者の、ま、誰だっけ、マリンさんゲストに呼んでって、カーボーイさんに言われたんだよ、やろうね。カンプチさん、若い頃は法然満足で5時まで寝た、はい、僕は法然満足派でした、養老の滝と、それから平木ごまちゃん、ちびつ時期になれますよ、いやーマジか、やっぱりじゃあごまちゃんも自転車だ、あ、マウンテンバイクみたいに乗ってた、そういえばしげるさん、取り回し大変よって、やっぱりでっかいバイク大変なんだ、うん、400はやっぱり400は車検必要だっけ、いらないよな、あ、バイクどうすかね、400は車検なかったよ、400車検ないよ、うーん、401cc からだったはずよ。ヤナバルテックで、ジェットコースターに乗ってる写真持ってるっていうのギネスさん、わあ、やばいよ、あっちの古くてでかいバイクは、でかいバイクはバイクに乗らされてる感が強いです、ああ、しげるさんね、僕ぐらいでかかったら似合ってると来ると思ったりするんだよな、あのカートチャタンスポーツアンドだったかな、あそこにも読谷の本格的なやつだはず、あの昔テレビでヒロミとかがやっていたやつ、あのチャタンスポーツランドもあったか、ゴーカート、うん、いいね、しげるさん、川崎のビッグバイクはクラッチ鬼重くて左手プルプルして してきます、あ、マジか、へえ、硬いんだ、強化クラッチなんですね、うん、ギネスさん、カウンターの当て方マックスで練習してたエレンタルの進化版っていうのは、サブスク、本当に意味わからない、あ、遅れすぎたって、埼玉の子さんいらっしゃいません、今日のテーマはサブスクです違うんですけど、サブスク何か教えて、味噌煮込みスキンさん、自転車危険、ブレーキワイヤーが橋の釣り、先の橋の下り坂で切れて橋のコンクリートで免許を出ししたってね、あやなりさんと同じ運命をたどってますよ。日月さん、サブスク定期使い放題サービスと思えば大丈夫、うん、そういうこと、どんなのがあるのサブスクで、あの有名なのはやっぱり動画配信サービスとか、これもサブスクで、はい、安くで見れるってこと、はい、音楽とかもそうなんですけど、うん、まあ、定額料金を要は月にいくら払う代わりに
あこのサービス受け放題ですよとか、この制限内だったら受け放題ですよっていう。あのはい先生、はい、自分はあの iTunes の取り放題980円っていうのやってるんですけど、それってサブスク iTunes の、うん、定額980円で毎月取り放題、はい、音楽はい、もうそれもサブスクです。あなるほどね。でだからこういうエンタメ業界で最初出たんですけど、うん、エンタメだけじゃなくて最近実際の食べ物とかそういったものにも応用されてきてるんです。食べ物のサブスクってどんな、カリウスさんサブスク、サブローさんのスクール水着じゃない、略したサブスク、夏だからね涼しくしてくれてありがとう。ダンサーズさんサブスクリプション、定額料金でサービスを受けること丸々放題が多いですね、うん、そういうことか。なゆくゆくはあれですよ、例えば空飛ぶ車とか出てきたらそういうサービスになるんじゃないかなと思ってます。何を言ってるんですか。空飛ぶ車って今すごい開発されてて、うん、近々出回るって言われてるじゃないですか。自分でも買わずにってことか。そうです。なるほどね。タクシー代わりに使える、でしかも月で料金払っとけばもうそれの、うん、配車サービスで使えますよとかっていうのが主流になるんじゃないかなと思いますよ。なるほどね。カブさん、車検は250以上からです。あ、そうか、ごめん。シゲルさん、いらん。何がいらん400は車検ある。あ、400車検あったっけ、ごめんなさい、ごめんなさい。サブスク、みそにこみすきさん、みそにこみすきさん来てますよ。サブスク。画面が流れた。これじゃない、あげるの、これだ。みそにこみすきさんからのサブスク。北島三郎さんがスクガラス豆腐を食べてる。さあ次行きましょうエミさん、あ、終わったね、できた、高校生の時無免でスクーター乗ってたからお父さんに見つかって電柱柱に縛り付けられた話でもする。いやもう縛られた、高校生なのに電柱に縛られたまた父ちゃん死に怖い。今日のツイキャスで、まあ、告知に使ったある父ちゃんよ、死にこうかって昔。あ、さ、カンパチさん来てます。カンパチさんのサブスク。寒すぎてすくんじゃうことじゃない、サムスクさあどんどん待ってますよ大喜利かすね大喜利ですよ。サブスクって何ですか。あ、来た、あやなりさん、寒いスクール。やばいなやばいな、思いつきを書くようになってる。カリウスさん、高校生の時時効だからいいよね、トビンスハニンスでバイト終わりに朝の3時4時まで飲んだことあるな。あそこで逮捕だカブさんそういえば高校の時に忍者の 400cc 持っていたのだけれど、中型免許落ちまくって取れなかったから小型のまま乗っていた。無免許やし声からすぐ打った。ああいいね埼玉の子さん、いややばい、かぶってる、読まんコーナーかぶってるからしんちゃん、Amazon プライムと来てます。あ、Amazon プライムもサブスクっていうことっていうことだね、はい。あとはエミさん、美容室でもサブスクやってるよ。あ、そういうことか、いろんなのがあるんだね、うん、美容室でもある。日月沙央さん、サブスク定額で農家さんおすすめの野菜詰め合わせが届いてたりするのもサブスクですよ。なるほどね。ジオンさん、コーヒーとか日本茶のサブスクもありますよ、うん、何でもあるんだな今。多いですよ、とってあれか、じゃあ商品一つの値段ではなくてサービス自体にお金を払って商品取り放題、はい、そういうことです。なるほどね、はい、だんだん分かってきた。あ、皆さんありがとうございます。埼玉の郷さん来てます。埼玉の郷さんのサブスク。キャンさん、空飛ぶ車で迎えに来てよ。違うし違うな、ごめんね、間違った。埼玉の郷さん事故あってるごめんね、間違った俺って大喜利だと思って勘違いした。ポッターの感じさん、あ、若い時の話、高校の時に18時間部活してました。やばいな、うわ、18、キャンさんどれぐらいマックス長くて。いや、長くてですか、うん、僕たち結構科学的なトレーニング入れてくれるコーチが多かったんで。あ、なるほど。長くはなかったです。どんなに長くても3時間では終わらしなさいっていう指導でした。あ、18時間部活ってどう思います。いやー、とんでもないですよ。フラかなって感じ。あの
それはうなずけないんだ。あのちょっと失礼かもしれないですけどその通りです。あの2時間しか集中力を持たないんでそれ以上練習しても無駄っていうのが最新の理論ですよね。だよな、そうだよな、あ、埼玉の子さん、あ、違う違う、はちみつ一家さんが先に来てるな、曲止まった。はちみつ一家さんのサブスク、サブイボで出たイボを救うこと。いい感じで曲が変わった。あ、あやなさん来てます。私がサブイは違うや、これ違うな。埼玉のはちみつ一家さん来てます。埼玉のはちみつ一家さんのサブスク、サブイボで出たイボを救うこと。これさっき読んだっけ。さっき読みました。ごめん、2回すぼらした。ゴーさんも来てます。あ、ゴーさん来て、あ、ゴーさん、ゴーさんだ、ゴーさん、埼玉のゴーさんのサブスク、サブスク、サブがすくすく成長する。サブってぬやが。いっぱい来てるね。中野ダンサーさん、昔のバイク中面は大型バイクでは運転しても無免許運転ではなく条件違反で捕まるだけだった。条件違反か、そういうこともあったな。うーん、あ、いや、今厳しいですよ、今厳しいですよ、はい、無免許扱いですよ。僕は29まで無免許運転でしたよ。聞かなかったことに。さあ曲いきましょう。ひふみチョイス聞いてください。カッティングクルー、愛に抱かれた夜、どうぞ。やばい、懐かしい曲だな、これも。知らない、キャンサー知らないかもしれない。ああ、サビまで行ったら分かると思う。I just drive it all tonight。 こっちがサビだよ。あ、そうなんです。聞いたことある気がするんですけど、この声は。皆さん、カッティングクルーが何かありますか。はいはいはい、分かりました。80年代だね。エイリーズ、ポンタの感じさん、サブスクのコーナーいつまで続くんでしょう。いつまでもやりますよ。来たもん全部やります。素晴らしい指導者。あ、ごめんなさい、さっきのね、3時間の話で。本当にそうでした、本当に。おかげさまで僕みたいな虚弱体質でも強くなりました。やばい、いっぱい来てる。サブスクが。いや、あの頃は若かったっていうので言えば、うん、僕本当に今だったらクソだなって思うんですけど、うん、小学生の時めっちゃ人を、あの、全ての人を見下してました。自分ができたから。そうですね、もう大人と仲ようにあの慣れすぎて、あ、周りがもうみんな子供クソが聞いたな、そういうの。いやだな、な。でもいくつまでいくつぐらいなんですか。もう小学校高学年ぐらいまでですかね。小学生ぐらいまでだったらまだ笑えるよ、はい、大人から見ても。ただ中学生ぐらいになった時にやっぱこんな性格だったら俺ダメだなと思って、友達と仲良くできないじゃないですか。うん、みんな嫌がるような。だから仲良くする方が全然楽しいので。なるほどね。ああ、懐かしい曲かかってますよ、アンナさん。アンナさん、今夜アンテの神と僕にも楽しんでます。はい、ありがとうございます。どうなってるんだ今、コメントで結構来てる。今日のテーマ、サブスクで大喜利大会。何でもやりましょう、思いつきで。なんかね、ゆるい感じでこんな感じが一番いいな。そうですね、久しぶり、たまにはな、はい、ゲストさんやってカチカチもできないけど、やってるわけでもないけど。サブスク、これ愛用作文やしギネス。でもいいね。昔の中年、あ、バイクもね、マジで冗談抜けて出た、愛用作文夫婦で送ってきやがった。BGM でしょうか。サ
さあお届けしているのはカッティングクルーで愛に抱かれた夜を BGM にしながら皆さんのサブスクトークをしていきましょう中でテーマが変わってるんですよ シュプリムさん親父ギャグで渋滞中って来てますけどね、さあ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 どっからだっかな、カリウシさんくらいだったかな、ギネスさんかこれだ、あ違う、カウボーイさん、カウボーイさんのサブスク、サブがスクーターでリングインしてきた、意味わからん、次行くぞ俺マイク入ってるよね、入ってますよ、音ちっちゃい、ちっちゃかった今、ギネスさんのサブスク、曲も終わりぐらいにかけるか、いや、いそも行こう、ギネスさんのサブスク、サンバブームが来てる砂川くんの臭さこっからね、あいうえお作文になってるんですよ ポンタの飼い主さん、サブスクのコーナーはいつまで続くんでしょう、まあ、皆さんが送った分全部読みますからね飼い主さん、でも昔のスポーツの部活って水飲めなかったからね、先輩たちからのいびれもすごかったし、ね、昔はねひどかった、はい、今かかってるのはポリスのドゥドゥドゥでダーダーダーかけてますよ、そのまま BGM 行きましょうね、曲懐かしいでしょ、うん、いつの間にか大喜利大会にっていうのはしんちゃん、そうです、ポンタの飼い主さん、18時間はちなみに3部に分かれてましたが、辛かったけど忍耐力は気づけました、うん、3つの部入ってたってこと、スーパーマンだな、ヤムルクイナさん、マスターカッティングクルー渋い懐かしい、ありがとうございます、今これひふみの山川ひろふみ、僕本名で今iTunes ストアでプレイリストを作ってて、この辺のちょっと 80s のロックもちょっと今作ってる最中です、まだまだ今5、6曲しかないんですけど、それ以外にラブバラードもあるのでぜひ皆さん聞いてみてください、探せるのかな分からんけど、マミラントさんいらっしゃい、ひふみ先輩、マミラントさんはお知り合いなんですか、僕のことね、誰かが分かってないんですけど、まあまあまあ楽しんでいってください、エミさん、エミさん、サブスクってのはな、ちょっと醤油に、あ、これネタだなサブスクっていうのはな、ちょっと醤油と鰹節のせたらせばうめえのよ、ちょっと分からんな、はい、キャンさん、それに気づいたのもすごいと思いますっていうのは平木ごもちゃん、さっきのね、さあ、はい、沖縄大好きさんのサブスク来てますよ、行きましょう、沖縄大好きさんのサブスク、サイクリングしていたらブーンとバイクで走り出す集団にスクーターを見せつけられて、車には気をつけろと言われた、これサブスクか、サーブース、あれだ、こっちからだ、違うのはさっきのから、これ2つ目だ、あいうえお作文さあダンサーズさんのサブスクでのあいうえお作文、寒い日にブランデーを一気飲み、すごく気持ち悪く苦しんだ二日酔いです、ご愁傷様です、ご愁傷様、さあ次行きましょう、味噌煮込みスキーさんのサブスク作文、さっきまで無難なコメントしてたけど好き勝手に大喜利するから苦しいよ、笑いこらえるの、笑ったリサなんだよギネスさん、マラソンでサブスリーしたくだか、あ、ここもかギネスさんのサブスク、マラソンでサブスリー3時間切りしたくだかまりチャースベリーだよみんな、沖縄にやんちゅるさん、サブスクといったら居酒屋でサブスク一つと声をかけることかい、ごめんね俺読むの下手だなダメだな、マミランツさんこんばんは、テーマサブスクなの、いや違う、テーマは昔の私は若かったです意味やから、こんばんは、あやなりさん、声も安定のサブスクトーク、何か声も安定のサブスクトークって初めてだよポンタの会員さん、サブって聞くと某雑誌を思い出します、なんだそれわからない、平木ごもさん、いいっすね、何のいいっすねよ、さあ次行きましょう、沖縄大好きさんのサブスク作文、
さっさと金を出せ。ブスッと言ったらすぐにビンタされて、悔しくなり泣きながら帰った。どういう状況？確かにな、意味から、カリウスさん、いや6時間を3つに分けて3部ってことじゃない？違ってたらごめんなさい。いやもうそれも意味わからん。ポリス懐かしいっていうのはスプリームさん懐かしいね。ドゥドゥドゥデダダダはなかなかかからないですよね。次の曲俺かかってるんかな。あ、次のも懐かしいよ。さあ今かかってるのはこちらです。いいですね、マッドネスのインザシティ。知ってる？もう知ってます。あ、渋いの知ってる。ドンマドンマ懐かしいですね。ちょっと聞いてみるか。ドンマ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 。さあ懐かしい曲をお届けしていますけど、コメントいっぱい来てるのでどんどんいきますよ。埼玉の郷さんのサブスク作文。ささくれをブツブツ取って数ミーしている黒田アーサーナッティさん、醤油とかつお節で爆笑してますね。ひらけぐまちゃん、80年代うちも好きだな。懐かしいよね、80年のこの辺の曲。うん、ラントさんは FEC チューンドで一緒だったんではっていうのはスプリームさん。あ、うん、うん、さっきの、あ、そうか、あのラントさん。あ、そういうこと、漢字が違う。名前最近変えたそうです。あ、本当に、はい、あ、そうか、知らなかった。なるほど、了解しました。ガチャ。ポンタの会員さん、そういえばウエストマリンのお知らせとかしなくて大丈夫です？しました、ガチャ。ここは大喜利バーですか？そうです、ジオさん、いらっしゃいませ。スプリンさん、夜のサブスク、スプリンさんのサブスク、夜のサブスクはいい仕事しますぜ。俺が滑らしてる。ごめんね。カブエさん、さっきのカツアゲじゃない？どれの話？ホンダの CM のやつっていうのはアナルさん。そうそうそう、ホンダのシティじゃなくてボクシー、シティか、シティじゃない。ナッティさん、あ、ナッティさんも来た。ナッティさんのサブスク、最近までブスが好きって言ってたのに、クルサリンド連れてるのはチラカギやしってうちの店の子が言ってます。違うか。エミーさん、これも大喜利、なんかもうあいうえ作文でも大喜利でもなんでもない。エミーさんのサブスク、サブスクっていうのはな、マスターに処方された治療薬なんだよ。これ飲んだら漢字も読めるし、よ、噛まなくなるらしいよ。でそれが噛んでる。懐かしいね。あ、次の曲も懐かしいですよ。アメリカで You Can Do Magic です。ちょっと聞いてください。あと3分しかないんで、あと4分か。BGM にしましょう。さあ、サブスクどんどん来てる。待ってよ、どこまで行ったっけ。ナッティさんの読んだ、エミーの読んだ、ポンタのカニさん、そろそろおでんが出てきた。あ、おいその、あ、あれでしょ、締めのおでん。赤だしみたいな。味噌煮込みスキーさん、スポーツフォーカルがなくなってから、愛用作文作る機会が少なくなったから、嬉しい。あ、そういうことか。あっちでやりますよ、たまに月に1回。
あれ、ね、頭痛始まった大丈夫か俺あっち、おひさん、おひがらさんで。さあ次、沖縄大好きさんのサブスク作文。さあ皆さんもご一緒に。ブーっと先生にブーイングしたらすぐに生徒指導室に呼ばれて、国吉先生から課題で 大反省文を書かされてた。ごめんね、噛んだ。で、国吉って誰だって話ね。さあ次いきますよ。名古屋のダンサーさんのサブスク。埼玉の郷さん、武装さん、スキャテナーさん、クロちゃん、皆さんリスナーさんですということです。違います。それからそれから埼玉の郷さんのサブスク作文。サプライズで舞踊やってたらすげえって言われた黒田朝。黒田朝好きだな。それからナッティナツコさん、ひゆみさん飲んでるのは水割り常温？水割り常温です。ペットボトルに入れても違うわ。ミネラルウォーター常温です。沖縄にワンチュールさんのサブスク作文。さっそうと、おい、これじゃない、さっそうと舞台に立ち、すぐに歌い出す久高聖也アナ。ヒープーさんや和子さん、ノーリーさん、見られそう。歌ってたよね、クリスマスじゃないよ、お盆特番で。さあさあさあ、カブーさん、出ました、必殺のサブミッションスク、あ、これ、違う、これ、カブーさんのサブスク。出ました、必殺のサブミッションスクガラス片面。もう終わり？びっくり、サブスク、サブ、あ、違う、これもか。あやねるさんのサブスク。もう終わり？びっくりサブスクショック。違うな、これ違うな。埼玉の八道行さん、今夜大喜利ナイトで、そうです、エミさん大事なとこで噛む、そうそう噛むんです。大喜利ナイトいいですね。今度やろう、またやろうね。国吉って誰だ T シャツっていうのはカブボイさん、ナッティさんミネラルウォーターなんだ、そうです、味噌煮込みスキーさん、大喜利ナイト企画再び希望、サブスク、ああ間に合わないって言うギネスさん、来週も大喜利ナイトやる。来週は、FM 小座からゲストが来ます。大ごと名前なんだっけ、大吾さんとひとしです、ひとしさんが来ます。大吾とひとしが来週来ます、はい、テーマとかいろいろこれから決めていきます。ドンポンタンの会議さん、どっから泳ぎになったとスイッチが分かりません。いや、もう分からなくていいんですよ。先に情報言っとくと、はい、ひとしはウイスキー上宮です。分かりました。そうそう、大吾とひとしが来ますよ来週。ということで、来週もひふみずばにぎやかにオープンしますので、来週は音楽もかあの 歌ってもらおうね。ということで、今夜の営業はそろそろ閉店です。来週もひふみずば皆様のご来店をお待ちしております。この曲こんなにかけたの久しぶりだな。ですね、うん、皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。いや、楽しかった。皆さんありがとうございます。ラジオやりたい人募集してます。ぜひ皆さん応募してください。しんちゃん、ポンセルでありがとう。いただきます。冒頭みたいに書くでしょ。飲みますね。ありがとうございます。お疲れ様でした。